あとそうだな、二十歳っていうとちょうど結構な方がご存知であろう配給という作品が決まった年でもありまして、二十歳の時に初めてその配給の音響監督の菊田さんと出会って、でその時にオーディションでこう掛け合いのオーディションだったんですよ。配給のオーディションが、日向っていう主人公がいて、で影山っていうもう一人の主人公がいて、で二人で掛け合いのセリフやってくださいと、でやったんですけど、僕たまたまその人数が足りなくて数合わせて2回やらせてもらったんですね。いやラッキーなんて思いながら1回目受けてたんですけど、その1回目終わってブースから出て、じゃあ石川さん少し待機お願いしますって言った時に、中から音響監督出てきて、次の子だいぶ今の子と芝居違うから、芝居変わらなかったらどうなると思うっていう話をされて、え初対面だよねって言いながら、めちゃくちゃこう恐れおののきながらこうオーディションを受けさせてもらって、本当に全然違ったんですよ。一番最初に一緒に受けたのが事務所の後輩で、でその時やっぱりうちは声優事務所なので、割とこうアニメしたお芝居するんですけど、次が劇団ひまわりの子役の子で、だからもう本当にナチュラルな、すごい素朴なお芝居をされる方だったんで、合わせてねこれこのチューニングお願いねって言われてたんだと思って、超怖くて、そんなの二十歳そこそこの俺に求めるなんて思いながら、まあやって、結果的にはこう、まあいろいろ可能性を見てもらって、まあ今後の伸びを見てもらって、影山飛雄という大役をやらせていただくことになったんですけど、いやそこからの苦労もすごかったですよね。同年代、まあ村瀬歩っていうのが結局日向には受かったんですけど、村瀬歩年上なんですけど、大体同期ぐらいなんですよ。で、彼とね、こう、一緒に作品を作っていこうっていうことになって、で周りのキャストもちょうど先輩後輩感が同じような形でこう配役されててとか、なんかいろんな兼ね合いがあって、すごく苦労した現場でもありましたし、すごい成長した現場でもあった。だから本当に19から20歳21ぐらいまで本当に人生で革新的な、年だったな、期間だったななんて思いますね。まさかのこのラジオで僕がこんな真面目な話をするとはねえ、でもここら辺の年代引いちゃうとこうなっちゃうんですよ。本当にだってここら辺から芝居の楽しさに目覚めたんです。今まではこう演技をする自分が好きだったんですよ。演技してこうアニメに声入ってて、クレジットされてて、でそれがオンエアされているっていう事実が好きだったんですけど、なんかここら辺から、いやお芝居ってこんなに面白いんだっていうことにようやく気づけた、なんか自覚できた年だったんで、いや真面目なことまた話してる、いやこんな面白くない、はい終わりはいということでありがとう。